記にて「キラビ連載」2004年から2012年「週刊少年ジャンプ」にて「果て狂ヒットマンリボーン」連載、2009年から2010年「V ジャンプ」にて「怪物使いツナ」連載、2013年から2018年「ジャンプライブ少年ジャンププラス」にて「エルドライブ」連載、2020年から「少年ジャンププラス」にて「浜之橋論の禁断推理」連載中です。小説、こちらは原作になります。果て狂ヒットマンリボーンシークレットブレッド。以上は天野明先生の主な作品になります。